福井の料理の魅力を出すために全て福井さんのものにしました。里芋とか、サバとか、あとサバとか、サバにつけながらうまく炒める時間か。あー、いいね、オッケー。もっともっと福井の魅力を知ってもらい、たくさん、そう、なんか福井をもっと知ってほしい。梅干しを、梅干しど真ん中、ここ真ん中やな、これ真ん中、真ん中、そこそこ、もっと敷き詰めればいい。オッケーオッケーですね。着きました。どうかな、はい、座ってください。全員完成したかな。うまいな。どうですか？うまいです。